若のそばにいて性格も穏やかになったかな。風呂で首巻きをしててもいいだろう。足りなかったところも成長できたらな。さらに俊敏になったようだ。怠け者はいないだろうな。長い時間かけてもこの程度のものしか見つからないとは。興奮して頭が飛んでしまった。君を驚かせてしまっただろうか。体が動かない。僕怪我をしてる？いつの間に。貴様の頭を砕くぞ。おとなしく首を差し出せ。敵に対しては怒りを制御しなくていいよな。この僕、道者を結党が若の元に来たぞ。なぜ首巻きをしているかは聞くな。好奇心は猫をも殺すと言うだろう。若、待ちくたびれたぞ。何をしていた。落ち着け。感情をコントロールするのだ。寝ているところを無理やり起こされたから、起こしてくれた人を怒ってしまった。はあ、睡眠不足だとイライラしやすくなるから、もう寝る。ん？これは…あ、手が噛まれた！こんな僕に、贈り物？僕の首巻きを引っ張るな！あ、怒ってはダメだ。何をする？もういい！好きに触れ。怒らないから。好きなものなんてないよ。己の性格が良くなることだけ望んでる。人と話をするのは苦手だ。怒りっぽいからさ。君は優しいな。一緒にいると心地よくなる。こんな気性の荒い僕を君は受け入れてくれて、優しいよな。